どうも皆さん、こんにちは。今回ご紹介するのはゲーム史に残る名言、迷う言葉の名言ではなく心に残る名言たちをご紹介していきたいと思います。ではハンカチのご用意をいきましょう。武器も持たずに戦う気か？俺の武器はキーブレードじゃない。本当の武器は心なんだ。ふん、心？そんな脆いもの何の役に立つ？ああ、脆いかもな。でも俺の心はみんなとつながってる。大切な人と大切な友達と。誰かが俺のことを思っていてくれたら、たった一人でも忘れずにいてくれたら、俺の心は消えない。つながる心が俺の力だ。ホローバスティオンにおいてキーブレードを失ったアストラがリクと対峙した時に、リクに武器も持たずに戦う気かと問われたソラの、自分の武器はキーブレードじゃないという言葉に続くセリフ。キーブレードはこの言葉により闇に染まったことで心の弱さがあらわになり、その上心の力を否定しまったリクよりもソラを所有者として選びました。これまでに様々な人々とつながりを生んだソラが心の本質を説いた言葉であり、キングダムハーツ全ての作品に通ずるメッセージでもあります。嫌な役目はいつも俺だ。アクセル。シオン、お前どうする気だ？私は私が帰るべき場所に帰るだけ。俺も最初はそうするのが一番いいんじゃねえかって思った。でもなんかモヤモヤすんだよ。納得できねえ何かがあるんだ。でもこれがみんなのためなの。勝手なこと言うなよ。どいつもこいつも。これでいいのよ。消されちまうんだぞ。手加減はなしだよ、アクセル。ふざけんな！てめえ、なめてんじゃねえぞ。俺は決めた。お前らが何度逃げようが、俺は何度だって連れて帰ってやる。自力でレプリカ計画の全容を調べ、シオンの正体に気づいたアクセルが、それでもシオンと戦うことを躊躇していた時、シオンがアクセルと戦う姿勢を見せたために言い放ったセリフ。これまでロクサスやシオン、13機関に対してあまり腹の底を見せずにいたアクセルが初めて本心をあらわにしたセリフであり、13機関という感情の持たない機関の中で押し殺していたアクセルの心の変化に、また仲間を思って戦うことを決めたアクセルに感動した方も多いはず。そうか、もう一つの俺には予知能力はなかった。予知能力なんかいらない。未来を変えていく勇気があれば十分だ。いいセンスだ。待たせたな。待たせたな。待たせたな。ライデン、俺たちは人を傷つけるために銃を握っているわけじゃない。ましてやどこかの政治家のためでもない。人殺しが正当化されることなどない。正当化される時代もない。俺たちは自分の功績を残そうとしているんじゃない。俺は未来のために銃を握っている。じゃあ俺は何を信じたらいい？何を次の世代に伝えたらいい？俺たちが伝えるのは信じるもの。俺たちが信じたもの、大切だと思えることだ。正しいかどうかではない。正しいと信じる、その思いこそが未来を作る。人の人生は子供たちに遺伝情報を伝えるだけじゃない。人は遺伝子では伝達できないものを伝えることができる。言葉や文字や音楽や映像を通して、見たもの、聞いたもの、感じたこと、怒り、悲しみ、喜び、俺はそれを伝える。伝えるために生きる。
俺たちは伝えなければならない。俺たちの愚かで切ない歴史を。それらを伝えるためにデジタルという魔法がある。人間が滅びようと、次の種がこの地球に生まれようと、この星が滅びようと、命の残りが後世に伝える必要がある。未来を作ることと過去を語り伝えることは、これはスネークだからこそ重みを感じるセリフ。彼らがどんな思いで戦場に立ち戦っているのかが、その心情が少し垣間見える言葉。ポケットモンスター金銀より、四天王カリンの名言。この言葉が当時のプレイヤーたちに強い印象を残しました。最近のポケモンでは個体値などなかなかそうはいかないので、ガチプレイヤーには響かないか。彼の人格を表す素敵な名言。こんなことを素で言える人間になりたい。泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ。父親と感動の再会を果たし、泣きそうになっているティーナに対してジェクトが茶化しながら言うセリフ。子供の頃は茶化す言葉として使われていた言葉は、再会後過去の記憶を想起させるように優しい言葉で語られる。この言葉にティーナにつられて涙した人も多いはず。ほのぼのゲームだからこそ響く言葉。ラコスケは哲学的なことをよく言いますが、中でもこのセリフが印象的。このセリフで元気づけられたプレイヤーは多いと思います。ということで、いかがだったでしょうか。個人的に人生にリセットボタンはない、コンティニューはあるという言葉はすごい響きます。人間失敗を恐れて安泰な道を行きがち。しかし険しい道であればあるほど乗り越えた時の達成は計り知れない。道中の失敗は今後の成功の道を舗装するための材料。そんなことを考えさせてくれるラコスケ、すげえ。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram もお願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほら。よ、お前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。まあ、チャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あと Twitter と Instagram もやっています。 Twitter では結構頻繁にツイートはしますが、 Instagram は全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なのでコメント欄でネタをください。まあとりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あとチャンネル登録をした後、なんか通知マークをオンにしてくれたら俺が投稿すると君たちに通知がいくので、ぜひそこも通知をオンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。